で今日のギモーブはほとんどの人が多分知らない、知らんもんな、知らないもん、なんかな、焼き菓子コーナーであっても変わる、あ、変わんのか、なるほどね、焼き菓子コーナーに大体あるよね、あるけど変わる、なんで美味しいよ、パッと見うまそうに見える、あ、そっか、まあ、そうやね、クッキーとか買ってしまう、ミナーシェ買ってしまうそうやね、プロランタン買ってしまうすいません、なんかまあそうなんですよ、パッと見美味しそうに見えない、でも可愛くない、うん、並んだら可愛いし、並んだら可愛い、私集合の美みたいなのがあるかもしれない、あ、集合の美ね、確かにね、集合の美的なのはあるけど、単品で見るとね、何これっていうね、その味が想像できない、あ、そうか、想像できんから買わんのか、そう、それで腹がいっぱいになると思うもんそこはちゃうちょっとお腹いっぱいになるっていう観点はあんまないと思う、およだからさ、絞るのが下手くそな人ってさ、もう下からどうしよう、ああってこうやってもう極端に言ったらこういう風に動かしちゃうよね、うんこで、うんこようんこよ、うんこになっちゃうんやって、あとはもうこれをひたすらスッと取ってダイブさせて、粉の中にダイブしたらもうこんな感じでバサッといっぱいコーンスターチと、これコーンスターチと粉糖が入ってるやつですね、なかったら片栗でもいいよ別に、コーンスターチの方がちょっと細かい感じ、上品な感じ、上品な感じ、そう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 、片栗の方が粒子がちょっと大きい感じ、商工会が作ったみたいな、そうそう、なるなる、うん、商工会になる、商工会のおばちゃんたち、今も作ったけんなやばいでよってそうそうこしらえたけんな、こしらえたは絶対わからんやろいやいや、女子こしらえたけん呼ばれてよーよ、こしらえたけん呼ばれてよー、ほな呼ばれようか、藤六さん作った疑問も美味しいけんな、なん言うてもおばちゃんも上手なんで、もう私あかんキモーブやよしゃったもんは作れるわ、この後食べるんだよ、マシュマロとは全然違う、マシュマロはだってメレンゲにガチガチのガチガチのゼラチン入れるから、こっちはどちらかというともうゼラチンを最小限に抑えて、でそれで溶けるような食感にしてるから、溶けるんだよ、はいどうぞ、おっちゃんまあ食べてみーだ、ええー、だ、もうおっちゃん食べてみ、まあ、騙された思っておっちゃん食べてみ、これおしゃれだよ、食べさせてもらうんだよ、うお、おっついな、赤ちゃんのほっぺたよ、名前はほうだろ、おっちゃん柔らかいだろ、赤ちゃんのほっぺたよ、名前はプニプニしそうだろ、うちの孫と一緒じゃん、これもう、ま、お孫さん、ほんで何歳で大きになったんで、この間生まれたばっかりよ、ほんま、ほらほらぐらいやわ、新生児みたいな、なおう、うん、新生児のお尻と一緒の食感じゃん、これそう、だいぶな、だいぶ柔らかい、ああ、うん、ほらあるよね、うん、マシュマロ聞いとったけど、ちょちゃうな、でもこれ、容量大変やな、これなんで一回でなんか、ギモーって、滑らかやね、滑らか、そう、めっちゃ滑らかで、滑らかやねんけど、マシュマロのネバチっぽい感じはないね、そう、ほんでまた柑橘というかね、酸味がね、酸味がいいやろ、酸味がおることによってね、うん、甘さがね、気にならんね、ただね、粉でね、服は汚れます、うん、ちょっとブルーベリーさん食べてみましょう、あ、おっちゃん、おっちゃんまたブルーベリー食べて、かまのね、ええよ、おっちゃんかんまんよ、ありがとう、はい、おっちゃん食べてみて、いや、またこれが柔らかいのしたね、口に入れた瞬間とね、ブルーベリーでーす、ではね、優しいよ、うん、フランボワーズ先生と比べたら、うん、けどね、こう下にね、まとわりついた後にね、うん、後からね、ブルーベリーを主張してくるよ、うん、あとやね、これは後に来るね、ブルーベリーは後味がすごい、後からブルーベリーがね、湧いて出てくるようにね、うん、ブルーベリーだよ、ブルーベリーだよ、ブルーベリーだよ、みたいな感じになる、後に来るね、ブルーベリー、そう、これが紅茶に合うでしょうね、フランボワーズは先にこう、ガツンと来る、そう、ガツンと来るからね、すごい第一印象がいいね、よくできた娘さんような感じですよねブルーベリーはどんな感じですか、ブルーベリーはね、初めね、この子普通の子かなとか、うんうん、なんか印象弱いなみたいな子やけど、はい、付き合いが長くなればなるほど、はい、この子、はい、ちょっと面白いなみたいな感じで、なるほどね、そうそう、うん、どんどんいい味が出てきて、最終的に嫁にするのがブルーベリーやな、わかりました、はいということで、皆さん伝わったかな、なんかすごい食レポやったんやけど